寺の名前はよくわからないですけど、こういう寺、トイレ頂上まで 300m 知れとるな。もうちょっとや。到着。振り返ってみれば、ビヨン、ズズン。なかなか鎌倉みたいな感じやな。入ってみる？入ってみようか。すげえでかいな、あの松の木かなんか知らんけど、めちゃめちゃでかい木。おー、イエーイ。あ、すげえピンク色や。よう咲いてんな、ここ。このツツジの、これもごそかやな。ポツンとこういう水入れがあるの。これ昭和20年のなんかの晩石？なんて読むのか、これなんて読むの、これわからへん。あのやっぱり長い戦前やからな、こんな感じ。ま、木がこの板を駆逐しそうや。なんかあんねんで、これ同じ宗教でも。悲しいから、棒がありません。痕跡だけあるか、痕跡だけ。なんで棒なくすんやろな。だから鳴らしまくるからや。鳴らしまくってもええのに、ここに痕跡だけある。あ、木がポンポンに当たるから。ちゃんとさ、日本の文化を大事にしようぜ。しょうがないんで、私が腕で鳴らしてあげましょう。鶴ヶ田山のこれ、金かな、金について。この金は江戸中期、寛宝2年、1742年に小野大家により村の時の金として創建され、以来庶民の間に時を知らせる金として昔は親しまれていましたが、その時の金は現在の新田にあるある寺院ミュワンに寄付されたと伝えられ、その後明治38年1905年12月現在の位置に、建物と金を大原幸四郎氏が、わからんな、古希を記念して倉敷町へ寄付したものでありますが、その時の金は昭和17年11月10日大東亜戦争中、国策の建造改修に応じ当時の金は失いました。悲しいね。なんか寺の中でコンサートやってます。歌が聞こえてきてるね。抱きてあの人と同じ、あっちの藤、上見ると藤の花が。普通藤ってこんな風に咲いてるよな。この間のお好み焼き屋さんとえらい違い。あの日と同じ通りの角、吹く風優しき森の都。これもなんかね、佐藤宗一さんがあの仙台の方から、ね、ザワは歌うそうですよ、ザワは。また過去を忘れとかでしたね。ザワ、ザワは
ざわわざわわざわわ広い里の霧畑はざわわざわわ風が通り抜けるだけ。ここの歌声見れとかんと今日の日差しの中でざわわざわわざわわ広い里きびばたけ。岡山で沖縄の歌、あの藤の花のもとコンサートをやっています。ちょっとあのカメラで撮ってると面白いのは、皆さんこうカメラ向けてると避けはんねんね昔の人は。面白い、オリジナルソングらしいです。みんなで明日を描いて、岡山ローカルシンガーソングライターみたいな感じの。誰かわからん。この動画をご覧の皆さんでこの二人知ってるっていう方がいればコメント欄によろしくお願いします。全くわからないです。何やったっけ、勉強しとるやつ。え、勉強しとるやつ。二宮はーんやん。今これを買いました。これを買って今から瓶を開けてもらいます。おお、素晴らしい。ということで、これでちょっと。